皆さんこんにちは、リテラメリタの武部です。今日はですね、スライドボードの始め方という内容で動画ね撮っていきたいと思います。ありがたいことにですね、私のチャンネルを見てスライドボードを買いました、スライドボードでトレーニングしてますというねメッセージもいただくようになりました。今日はですね、初めてスライドボードを買ったとか、初めてスライドボードを使うというような方に向けてですね、まず最初にどういうことをしていけばいいのか、どういうステップでレベルアップしていけばいいのかということについてお伝えしていきます。このチャンネルでもですね、たくさんスライドボードを使った、全身のエクササイズですね、いろいろ紹介しているんですけども、やはりですね、今日はこのスライドボードの本来の目的である、スケートのようにですね、横滑りをする、そしてしっかりと下半身を鍛え、体を安定させるということですね。この横滑りの練習をしていきたいと思います。このスケートの動作をしっかりすると、特にですね、お尻、臀部と内ももですねにしっかりと負荷がかかりますし、それに加えて股関節ですね、股関節をしっかり動かす練習にもなります。そしてさらには体幹ですね、ブレないための体幹作りということができます。そして爆発的にこうスピードを上げる、ダッシュをするような形でスケート動作を行えば、もちろんパワー、スピードアップの強化にもなりますし、あとゆっくりですね、無理ない範囲で長時間ですね、ゆっくり行うと有酸素的な要素も鍛えられることになります。ということでね、いろんなエクササイズをすることができるんですけども、今回は本来の目的であるスケート動作ですね、そのための使用方法をもう一度ね、立ち返ってやっていきましょう。そして初めての方が、どうやって始めていけばよいのか、それをですね、7つのステップに分けてですね、ゆっくりとこう上達できるように説明していきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。さあ、では早速7つのステップですね、始めていきたいと思うんですが、まずですね、シューズカバーをしっかりとシューズにつけて準備していきます。そしてですね、今日はそのステップ7でどこまでいくかというと、しっかりと腰を落とした状態で繰り返しですね、横にスケート動作、横滑りをしっかりとしていくというところまでを考えています。それでは順にね、ステップ1からいきましょう。まずつけてですね、いきますね。はい、ステップ1ではまずはボードの上に立ってもらってね、初めての方はこれぐらい滑るんだというのをまず確認の意味も込めてですね、この端から横歩きです。そうです、滑りながら横歩きしてみてください。端まで行ったらもう一回戻ります。ですね、これがステップ1になります。でしょうか。ではステップ2ですね、これができた方はステップ2です。ステップ2は今と同じように横歩きするんですが、しっかりと腰を落とした状態で横歩きしますですね。で、この腰を落とした状態っていうのがしっかりとね、まず取れるかっていうのが問題なんですが、しっかりと背中はまっすぐしたまましゃがります。ですか、この時に背中が丸くならないようにですね、腰背中まっすぐです。いいですか。で、そのためには胸がしっかりと前を向いてないといけませんし、顔もねしっかり前を見ておいてください。顔が下向いたりとか胸が下向いてしまうと背中ね丸くなりやすいので、しっかりと前を向いて行いましょう。ではそれをしっかり意識した状態で横歩きします。スピードはね別に求める必要はありませんので、ゆっくりでいいです。この状態ですね。で、頭が上下に揺れないようにしっかりとこの状態キープしたまま横歩きしましょう。はい、これがステップ2になります。はい、ではここからステップ3ですね。ステップ3はまずはしっかりとこのストッパーですね、両サイドについていると思います。ここをですね、足でしっかりと蹴って向こうに動こうとするということですね。これはまず立った状態で構いません。ここからこういう感じでしっかりとストッパーを蹴って、まずは滑ってみると、こういう感じですね。まず滑るのに慣れてください。このままね、ステップ4いきましょう。ステップ4は先ほどと同じようにしっかりと腰を落として、この状態で蹴って滑ってみる。しっかり腰を落として蹴って滑ってみる。これがステップ4になります。
はい、ではステップ5いきましょう。ステップ5はしっかりと1回の蹴りで反対のストッパーまで行くということですね。なので先ほどよりも強く蹴っていく必要があります。強く蹴って向こうまで、強く蹴って向こうまで。初めのうちはですね、強く蹴って向こうまで行こうとするとこっちに飛び出して一旦行っちゃうんじゃないかというように思うかもしれませんが、大丈夫です。ストッパーでしっかりどれだけ勢いがついてても止まりますので、怖がらずにですね、強く踏み出します。強く蹴る、強く蹴る。これでね、1回の蹴りで反対側まで行けるようになるように練習してみてください。これがステップ5になります。さあではステップ6ですね。ステップ6は5と動きは一緒なんですが、これを1回ずつ止まらずですね、行って帰ってを繰り返すようになります。蹴って蹴ってという感じで繰り返します。これがステップ5になります。ここまでいくとね、だいぶ蹴る動作には慣れてきていると思いますので、さっさとね、いける方はいけると思います。こういう形ですね。はい、では最後ステップ7いきましょう。ステップ7は1回の蹴りで向こうまで行く、そして繰り返し行うはもちろんなんですけども、プラスしてしっかりと体を落としてですね、スケートの姿勢になって、スピードスケートの選手の、イメージしてくださいね、形をイメージしてもらって、この状態で頭が上下しないようにですね、この状態は維持しながら向こうまで、向こうまで、こういう形で繰り返し強く蹴っていきます。いける方はもっと低くですね、もっと低くいける方はいきます。こういう形がステップ7になります。まずはですね、ここまで目指して練習をしていってみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。まあ人によってはですね、ステップ1からね、順番にやらなくても飛ばし飛ばしね、ステップを飛ばしながら最後までいけますよという方もいると思いますし、まあ途中でね、例えばステップ4でもうそれ以上はできませんでしたと、ステップ4までしかいけませんでしたというような方もいると思います。でね、まあできる方はできる方で、まあどんどんねトレーニングしていって、まあ例えばこうスピードを変えていったりとか、時間の長さをね変えていったりして、アレンジしてトレーニングに使っていけばいいと思いますし、まあできない方はですね、焦らずにゆっくりとですね、一つ一つのステップをクリアしていくように、努力していただいて、まあ練習していけばですね、徐々に最後までできるようになるかと思います。ぜひね、今日の動画を見てスライドボードにね、チャレンジしてみようという方がいればいいなと思っています。で、私のこのチャンネルではですね、スライドボードを使った、まあ他のね、いろんな部位、下半身、上半身、体幹、いろんな部位のエクササイズも紹介していますので、ぜひね、そちらの方も参考にしていただいて、トレーニングね、継続してやってみてください。このチャンネルでは、トレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み、相談に対して、私がどういう指導をしているか、いつも配信しています。今日の内容が良かった、ぜひね、スライドボードやってみようという方は、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。